イギリス国鉄92型は1993年に登場したイギリス国鉄の高直流電気機関車である。英仏海峡トンネルを経由するイギリスとフランスを結ぶ貨物列車の牽引用に設計された。フランス国鉄でも採用され、SNCF での形式は CC92000 型となっている。製造は アブブラッシュトラクションのラフバラー工場で行われ、1993年から1996年にかけて46両が製造された。車体の外観は60型を参考にしているが、先頭部の設計が改められている。本形式は 25KV 交流角電車線方式と直流 750V 第3機乗方式の2種類の終電方式に対応しており、 主に英仏海峡トンネルを経由し、イギリス、フランス間を結ぶ貨物列車の経営に充当されている。英仏海峡トンネルを経営するグループユーロトンネルはこの車両の規格を参考とし、その他の車両がトンネルでの使用に耐えるか評価を行っている。DB カーゴ UK、ユーロポルト、フランス国鉄によって運用されている。一部の車両には、 ヨーロッパの著名な作詞家、作曲家の名前が付けられている。DB カーゴ所属機の一部は、ブルガリア、ルーマニアに移籍している。2015年3月からは、ロンドンとスコットランドを結ぶ、寝台列車、カレドニアンスリーパーの牽引運用にも、充当されている。2017年1月に運行を開始した中国と、 イギリスを結ぶ国際貨物列車では、イギリスへ向かう一番列車において92 9 2系の92015号機がイギリス国内で牽引した。この一番列車は2017年1月1日に中国の牛を出発し、1月18日にロンドン郊外のバーキングに到着している。ありがとうございます。